はい、今日のライブ終わりました。今日もかなり良かったですね。ではまた後で詳しく動画撮ります。はいで、会場降りてきました。いや、今日すごかったですね。今日もすごかった。なんか本当に。ルュナスという光に包まれているというか。もう心や魂が。

言って,てなんかうそくさくなっちゃいそうですけど本当に良かったんですよねうんはいそれではえっと改めてレポートを開始していきたいと思いますでこの日なんですけど、まあ、ちょっと早めに着いて20分前ぐらいとかに、えー、と会場入りしまして時間に余裕があったので、まあのんびり過ごして、まあ、いつも通り5分10分ぐらい、まあ、10分10分ぐらい、まあ、10分15分ぐらい遅れるかなと思ってたんですよそしたらですね で、席について買ってきたエナジードリンク飲んで、さあ、そろそろ準備しようかなと思ったら、もう安定したんですよ。えっ、ー、と、3分押しぐらいで珍しく始まりましたね。びっくりしましたね。マジで。あ、もう終わるんかと思って。そして、いつもの荘厳な s e が流れ、えー、かい拍手の中が始まったのが1曲目、ルカですね。で、前日と違って、まあ、盛大なミスをすることもなくて、ね、 えー、通常通り、始まりました。まあ、かもなく、不可もなくというところでしたね。うん。そして、二曲目、クローザー。クローザーももう安定しましたね。してますね、もう,う。やっぱクローザー、好きだわ <laughs>。やっぱクローザー、ルカ・クローザーの中で、やっぱりもう、サビくると、やっぱ毎回本当泣くんですよね、もう。クローザー好きすぎるはもうダメだわ。はい。 そして3曲目、パルスですね。まあ、パルスは比較的まん、毎回、あの、安定してるんで、特にこう、ミスがあるとか、そういうのはなくて、まあ本当に、なんだろう、安心してゆっくりと、こう、身を委ねられるような曲ですね。本当にあったかい曲ですよね。うん。本当にこのクロスのアルバムって、こう、光、まあ、光の中でも木漏れ日みたいな、まあ、あったか、あった,たかく、こう、包み込んでくれるような、すごい、 優しい光うん。まあ、それを象徴、象徴するような曲がこのパルスなのかなという気がしますね。うん。そして、ここからいつもの流れで、流れが変わり、フィリアですね。フィリア、今回どうだったかというと、声。うん、八85年かな <laughs> うん。 完全に出来てるわけではないんだけど、調子が悪い感じではない。でも、若干、行き過ぎないようにセーブをしている感じが気持ちしたかなっていうところですね。だから多分普通の人が聞いたら、めちゃくちゃ完璧に聞こえたと思うんですけど、完璧すぎる留意中を知ってる俺からすると、まだいけるなって思っちゃったんですよね。うん。実際でもまだまだいけると思うんですよ。 なんせ龍一ですから、ね、もっともっともっとすごいものを持ってるんですけどまあでも今回は普通の人が見る分には全くわからないぐらい完璧にできてたのかなという感じがするのでまあ85点かなとうん別に声が出てないわけ,なわけではなかったんで全然良かったですねフェイクも入れてくれたしシャウトもしてくれたし十分にやってくれてましたねうんはい で、十分にやってくれてたんですけど、リュウチはまだまだ上に行けるんですよ。ね。うん。はい。そして、その日のライブの言い悪いを大きく左右するポイント。空の歌ですね。で、フィギュアの時にも調子良かったんで、まあ、行けるかなと思ったら、まあまあまあ,まあ、まあ、行きましたね。 一番高いところがどうしてもちょっと半音の半音ぐらい届かなくて、ちょっとこうマイク反らしてっていうのをやってたけど、まあ、手も十分かなっていうところですかね。うん。まあ、85点。まあ、さっきも言った85点かなっていうとこ <laughs> ですかね。はい。なんでま、普通に聞いてる分には全然わからないぐらいの感じだったんじゃないかなと。まあ、気づく人は気づいたとは思うけど。はい。そして、えー、この日は、 アナグラムですね。で、だいぶアナグラムも、まあ、その結構調子が良かったっていうのもあって、いろいろこう、試してくれて、いい意味でいろいろ試してくれて、いろいろいじってくれて、新しい進化の形をまたもう一つ見せてくれたなと。で、今回に関しては深夜もかなり調子良かったみたいで、というか、まあ、リュウチのその調子が良かったのにこう、乗っかれたんだと思うんですけど、 アナグラムの中ではもしかしたら過去一良かったかもしれないですね。それぐらいこの日のアナグラムは良かったです。その誘致の声深夜のその乗っかってくる感じ。結構、おいろんなところにアレンジ加えていろいろやってくれたなっていうのは感じましたね。うん。そして次の曲が How Do y Down ですね。いや、この日は、 ここが一番でしたね。見どころは、ホーデューダウンでしたね。まあ単純に演奏が素晴らしかったっていうのもあるんですけど、なんだろう、その、まあ今回、隆一の声が調子良かったっていうのもあって、全体にやっぱり、クオリティがすごい高かったんですよね。で、もう、アナグラムの時点で結構こう、持ってかれる感じはあったんですけど、今回のホーデューダウンは本当になんだろう、 ルナシーという存在、魔法デューレオンという曲が一つの大きな光の塊のような、光の大きな魂のような感覚になってきて、そこになんだろう、自分が同じ光になって溶け込んでいくような、光の魂になって、こう溶け込んでいくような感覚に陥って、めちゃめちゃ気持ちよかったですね。 なんか、なんて言えばいいのか、本当にちょっとわかんないですけど、すごい、こう、不思議な感覚でしたね。まあ、当然、大泣きですもな。<laughs> めちゃめちゃ気持ちよかったですね、この、この日のオーディナンは。うん。なんで、もしかしたらここまでの流れで言うと、このクラス、クロスのツアーの中で一番良かったかもしれないですね。うん。 それぐらい気持ちよかったですね。はい。はい、続いて第1部のラストが、非装備ですね。で、非装備はやっぱりアナグラムとか、空の歌でだいぶやっぱり消耗しちゃったみたいで、ちょっと、声が若干出ない部分はありましたが、まあ、まあ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 、というところでしたね。はい。そして、いつも通りの20分休憩で、ワンが流れ、月光のアレンジバージョンが流れだし、 一 <laughs> 曲目が、えー、第二部の一曲目がジーザス。二曲目が、えー、デザイア。三曲目がシャイン。まあ、ここまではいつもの流れですね。そして、この日、デイ2のレア曲がオーロラですね。はい。まあ、ちょっと他の今までの公演、福岡公演、松山公演と比べると、極端にちょっと北海道公演だけ、あの、レア曲の うん、レア度がちょっと低いのかなという気はしましたね。レインにしても、オーロラにしても、あ、まあ、レインは、うん、そうだな、レイン特にそうですね。レインは、まあ、通常のライブ公演でもう、まあ、稀に、非常にごく稀に入る曲ではありますし、オーロラに関しても、まあ、出てくるきっかけは、あの、スレーブきっかけではあったんですけど、えっ、ー、と、2013年のゼップダイバーシティの公演ですね。 あの日に、まあ、リクエストで入って、えー、演奏が開始され、その後も、まあ、2回か3回、2回ぐらいかな。うん。埼玉スーパーアリーナとかで、ちょこちょこ公演されてる曲なんで、まあ、無理やり引っ張ってきた曲というわけではないリアルなんですよね。うん。だけど他の公演が結構、リコール、アヌビス、えー、あとはインマインド、あとなんだっけ、あ,あとスティールか。 に関しては絶対にやらない曲を持ってきてるんであの「ルナティック・クリスマス」えー「イメージ・オアリアル」「サーチ・フォー・エデン」という、まあ、特別な再演を行ったことによって出てきた曲を引っ張ってきてるんでレア度としては圧倒的にそっちの方がやっぱり高くなっちゃうのかなとうんというのはちょっと思いましたね、まあ、でも単純にオーロラは まあ好きな曲だし、まあレア度ドもレインよりはまだまあ高い部類にはなるので、まあ全然僕は納得でしたね。うん。でもまあちょっとレア度ドを比較した時にはこういうのがちょっとあるのかなっていうのは思いましたね。はい。そして次が i4u。まあいつも通りの流れですね。そしてロージア。で本編のラストがビリーブですね。そしてアンコールが始まり MC が入ってのメカバーですね。 で、今回はメイクアバーも良かったんですよね。うん。なんかこの日は本当になんか浄化される気持ちでしたね。なんか本当にもうメイクアバーでこう浄化されて本当にもうなんか焦点するような気持ちでしたね。すごいそれぐらいに良かったですね。メイクアバーも。うん。なんでこの日のライブはなんだろう本当に 全体を通してこう光に満ち溢れたようなすごい暖かいライブだったかなっていう気がしましたね。なんでまあそのホールダウンやメイクアバウンが特に自分の中に響いたのかなっていうのをすごい感じましたね。うん。それぐらい良かったです。そして MC が入ってウィッシュ MC が入って最後ソ o テンダーでしたね。はい。という感じでですね、やっぱ北海道二日目も かなりいいライブをやってくれましたね。そして、龍一もいろいろブログとかで話したりしてますけど、まあ、MC とかでも言ってますけど、こう日に日に声をの調子をこう取り戻していっているような感じでしたね。うんその最初の一番調子悪かった福岡は僕は聞けてないんで、まあ、その時のこととは比較できないですけど、まあ、こう,うまく調子を取り戻していってるんで、 こっから先のライブが本当に楽しみですね。うん。まあ、今回そこの北海道から2週間空いての名古屋公演ですからね。松山と北海道は1週間しか空いてなかったんで、まあ、その2週間の間に、どれだけ回復をしてくれた状態で本番を迎えてくれるか、本当に楽しみですね。はい。というわけで、 次回の名古屋公演、本当に楽しみにしていきましょう。参加する方、絶対に後悔しないライブになります。間違いないです。今回のツアーは、後悔しません。断言します。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。